台湾台北市にある全日制の公立高級中学である。男子校であり、1898年に創立された台湾最古の公立高校である。設計は近藤十。戦前の日本時代までは台北一中の略称とともに台湾の筆頭中学校として知られていた。現代までノーベル賞受賞者、チューリング賞受賞者、中華民国総統、 各県知事が輩出し、自由な学風を持ち、最難関のエリート男子校として、台湾に知られている。台湾全国一斉高校入学試験の実施以来、全科目の得点が、PR 地99、すなわち全国にて、上位1%以内の成績の男子しか入学できないため、台湾大学への入学者数も、全国トップにある一方、課外スポーツの面でも、 戦前日本時代の第17回、第23回の全国中等学校週休大会優勝校、野球の甲子園、大会5回出場して知られている。日本の石川県立金沢泉川岡高等学校、愛媛県立松山南高等学校と姉妹校。ありがとうございます。